アルビス株式会社は、富山県伊水市に本社を置く大手小売業者、卸売業者である。社名と同一の名称のスーパーマーケットを展開している。東京証券取引所第一部上場。1992年4月に本格的なボランタリーホールセラーを目指して、卸売業の北陸スパー本部が小売業のチューリップを合併して誕生した。社名の由来は、 a l w ウェ s Library, Bridetree, Identity, スーパーマーケットの頭文字を取ったもので、常に生き生きと明るく、存在感のあるスーパーマーケットを意味する。業務内容としては、スーパーマーケットにおけるすべての部門に対して、商品供給を行う卸売部門と、富山、石川、福井の三県に店舗を展開する小売部門の二部門からなる。大口取引先であった。 加盟店の大阪屋ショップが2005年7月に脱退。石川県の都地方に展開しているドンたくもバローと提携したため脱退。さらに2010年8月末をもって、富山県内の小売業者9社が取引を中止。一方で、直営店舗は着実に増えており、事業の軸足は卸売部門から小売部門へと移りつつある。食品スーパー総合支援業を標榜し、 小規模、スーパーマーケットチェーンに対する商品供給のほか、情報提供、コンサルティングなどの営業支援も積極的に行っている。アルビス新上店直営のスーパーマーケットチェーンを展開。CGC と AJ's の2団体に加盟。現在の店名はアルビスのみだが、かつてはチューリップ、ハイトマトという店名も使用していた。2009年に、 全店舗の名称をアルビスに統一している。2006年2月に石川県のスーパーバザールフーズを買収し、その全てをチューリップとした。これは2005年7月に卸部門の取引先から脱退した大阪屋ショップの売り上げをカバーするためと推測される。当時、卸売部門で3割の売り上げを占めていた大阪屋ショップ他の加盟店の脱退により、 早急に売り上げをカバーする必要があった。バザール・フーズの買収によって、卸売部門と小売部門の売り上げが逆転した。小売部門の売上増加は、経営戦略的に発生したものではなく、大口取引先の脱退による、緊急措置による結果とみてよい。2009年10月には、富山県のスーパー、サンピュア及び、チェーン本部会社の新鮮市場を買収。 完全子会社化した。店名は、しばらくの間は据え置かれていたが、後にアルビスに変更した。さらに2011年4月に、新鮮市場はサンピュアーに、吸収合併され解散した。2013年12月25日、石川県でスーパーマーケットを展開しながらも、業績が悪化し、民事再生法を申請していた。 東京ストアの事業を継承することを決定。2014年2月末にその新会社の全株式を取得し完全子会社化することが発表された。2018年10月31日には富山市南部に展開するオレンジマートを買収し完全子会社化した。2020年2月時点の出店状況は以下の通り、詳細は 公式サイトのお近くの店舗を参照。ありがとうございます。